さあさあ、春日市の、春日大通りですね、はい、日赤通りずっと南下したって形ですね。あの福岡市の南隣ですよね。そうですね、はい、そんなにそんなに離れてないです、はい、ここに美味しい店ありますか？有名店です。有名店、もしかしたらあのお店かな。行ったことないんですけど、ずっと何年間も行きたい行きたいって思ってる店があるんですよ。あのこの信号左です。あーちょっと、あ、俺が思ってる店だったらすごい嬉しい。これ左ですか？はい、左です。はい、わかりました。まもなくですね。あーあーマジで嘘、嬉しい。うわ、俺来たかったんですよ。うそでしょ、揚げ物大好きでしょ。おい、あ、ここです、ここです。いや、これこれね、もう何年も来たかったんです。マジで、あのコロッケのお店ですよね。コロッケ大好きなんですよ。うおー、イエス。もうこの興奮。いや、ここはね、何年も前から来たかったんです。アポアポ。すみません、あの2人で普通に食べ注文して食べたいんですけど、あのそこをこれで写して、あの他のお客さんに迷惑にならないようにしますんで、あの YouTube に載せたりしても大丈夫ですか？大丈夫ですよ。ありがとうございます、ありがとうございます。オッケーです。すごい、ちょっと、はっ、ちょっと、何何年も食べたかったんですよ。ああ本当に何回も言いますけど、見てください。すいません、よろしくお願いします。まだ大丈夫ですよ。何時までなんですか？3時まで。2時半のオーダーストップには。今でもね、言った時ね、もう2時29分に言ってましたよね。2時ね、2時29分にいいですかって言ってましたよね。じゃあこれはちょっと、いや、もうすっごい有名店っていうのは知ってるんですよね。で、もう僕揚げ物が大好きなんですけど、一番出るのは何なんですか？そうですね、ミックスフライ定食が、はい、あの一番よく出る、はい、一押しのメニューで、この中からお好きなフライ3品が組み合わせできる。ああ、そういうシステムなんですね、はい、なるほど。じゃあミックスフライ定食の、はい、ミックスフライ定食の特製カニクリームコロッケ、特製カニクリームコロッケと、はい、白身のフライ、はい、白身魚のフライと、はい、レンコンのミンチカツにしてます。レンコンミンチカツです、ね、すいません、ご主人も、ご主人ですよね。急に押しかけてすいません。もうずっと何年も前から来たかったんですよ。で、日曜日休みですよね。日曜日休み、もうなんでですかってもうずっと思ってたんです。で、日曜日ずっとこの前通るたんびに、あそこに、いや、本当に、いや、もう、なんだよ、わかった、わかったって。最初の背中に見てください。あカニって書いてある、すごい。あそこに、あ、みんなカニって書いてある。大将、はい、創業何年ですか？50年ぐらい。いやいや、なんで、いやいや、40年40年です。え、ということは先代がいらっしゃるんですか？もう今もう胃袋がすごい、もう暴れてます。お待たせしました、ミックス定食。これ見てください、すっご
くり、わんそちょっとカニクリームコロッケかな。割りますよ。よいしょ。ふわふわ。ふわふわです。いきますよ。あのね、外カリッカリに上がってんですけど。なんかトロトロです。いただきます。あまずカニの風味がすごいですね。しかも出汁がこれね、カニの旨味がうわここにカニ汁見てください。うん。あーカニの出汁がすごい出てる。さあそしてこれがですね、レンコンミンチカツ。いただきます。うんうん。これもね、本当美味しい。白身魚はちょいマヨと、この庶民の味ですよ、こうちょいマヨとうまそうで、ちょいソース。うまそう。そうですよね。いきます。うん、うん、うまい。うん、いやこれはご飯が何本あっても足りません。いやーもう何年も思い続けてます。しかもここからまた揚げ物の油の匂いがして、また入っていて食べたいぐらいのもんですよ。うまい久屋です。ぜひ。